ポッパーワーム、はい、このようにスリットが入ってますこれね。でスリットにこのような、浮力体を、まあ、ちょっとこれ綺麗に成形して、入れてます。こうやってね。でここを、ライターで半分炙って減らすのもよし、まあ、このままでもいいんだけど、そうすることによって、まあ、針をセットした時にここが開くのを、まあ、防げます。で刺し方なんですけども、このねポッパーワームのど真ん中、ヘッドのど真ん中ね、横からも上からもど真ん中、ここに針を刺して今度は、下にスリットが入ってますね。でスリットのところからまっすぐ抜く、こうやってねまっすぐ抜きます。はい。で、オフセットのねクランクのところをここにきっちりセットします。でまたここのスリットが若干深めに入っています。これはフッキング性能を良くするために、肉の部分ねを薄くする、まあ、意味合いも込めてここを深くしています。でここに、まあ、針の長さにもよるんですけど刺すと、でこの状態で、これがね今、まあ、開いちゃってますけど普通ならまあ閉じてもいいし、この浮力体を、入れなくてもいいです。はい、こんな感じ、ね、そうすると、ポップ音がねすごく綺麗に出ますね。出ます。だから体の割にね結構大きなスプラッシュが出るんで、やっぱり止めた時と動かしてる時のそのまあ楽さというか、で魚がまあ反応してしまうみたいな、まあ、ガバッとおったな、でもこれかな、パクってくるような。だからスプラッシュバシャーバコーっていうのはほとんどない。止めてて次チュンってこうやって動かした時に出るとかね、止めてる時に勝手に持っていくとか、あとは巻いた時、まあまあそれぐらいのタイミングかな、バイトチャンスというのがポッパーワームです。いいよいいよ、絶対釣れるわけないし。行きます。いや楽しい。いやこの時は前行かれても、もう釣れんねんか、釣れる時は。ちょうど四角やんな。なあ、ちょうど四角やろ。よっしゃー、ちょうど四角は釣れるんだわ。よし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 、ボー出たね。ほらー、うーワーム取れた。あーポッパーワームで釣れましたね。今ねカメラさんがポッパーワーム見えないよって言ってた、ガバー出たね。はい、まあ釣りはこんなもんです。おもろすぎるな。よいしょよいしょ、はいはい、ありがとう。